イテム欲しい。あとね、あとちょっとで達成するの。達成できるかな、30分くらいで。みんなで力を合わせたらできるかな。かといって私ね、あんまり配信できる時間がないんですけど。おはようだって、おはよう、おはよう。皆さんハッピーハロウィーンってことで、ハッピーハロウィーンっぽい服を着てきました。ハッピーハロウィーンっぽいかわかんないけど、ハッピーハロウィーン、一応ハッピーハロウィーンウェアです。おはようだって、おはよう。そうそう、めっちゃリハーサル頑張ってます。毎日ね、9時くらいまではね、9時半とか長め。あー、みんなハロウィンのアイテムありがとう。てっちゃんありがとう。ハリー、フシアンさん、ノーリさん、ユータパパありがとう。ヤスさん、ハリー、ボーダーもありがとう。みんなありがとう。ちょっとリノリーにハロウィン、エノリーリハ頑張ってるから、ハロウィンのアイテムあげたいなって思ってる優しい方いたら、ぜひハロウィンのアイテムください。ください。おはようだと、おはよう。めっちゃ眠い今日、めっちゃ眠い。めちゃくちゃ眠たい。お腹空いたな。なんかまず着いたらお弁当があるんですよ。そう、着いたらお弁当があるんですけど、そのお弁当をね、もうお腹が空いてるからいつもすぐ食べちゃうの。そうするとね、食べるものがなくなってね、リハの最後にはもうチーンってなっちゃうんですよ。そう、自分がいけないんだけど。ハロウィンアイテム投げましただって、ありがとう。なんかね、イベントがね、今日までらしいんだけどね。そう、イベントが、ハロウィンのイベントが今日らしいんだ、今日までだらしいんだけど、あとちょっとなんだよね。お菓子もらえるかもしれませんだって。いや、お菓子欲しいな今日。事務所にお菓子ないかなね。なんかね、おとといと昨日、おとといとその前の初日はね、お菓子がいっぱいあったんですよ。そうだから、そのお菓子と共に頑張れたんだけど、昨日はお菓子がもうなくて。あ、ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン。あ、みんながいっぱいくれる、ありがとう。ルイスさんありがとう。ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン。オルガさんありがとう。てっちゃんもありがとう。ノーリさん、カプちゃんありがとう。ハリーさんもありがとう。マンチクさん、ユータパパありがとう。クジヤンありがとう。これかわいい、なんかクマが出てくる。とても久々に入りました。確かに、ありがとう。
ロールしてたらお菓子がもらえるかもしれませんだって。もらえるかな。でもなんかみんなハロウィンよりもリハーサルにちょっと精いっぱいそう今年はリハーサルに精いっぱいでハロウィンどころじゃないさ。そうね、ハロウィンだからメンバーにお菓子持ってったりするんですかって。私はねもらう専門かなもらう専門かな、もらう専門かも。どちらかといえばなんかまだハロウィンよりもバレンタインとかの方がはちょっと頑張ろうかなって気になるかな。毎年バレンタインは思うかも。わ今年はなんか作ろうかなと思うけど結局バレンタインのそこら辺になるとちょっとめんどくさくて作らない。けど素敵よね。バレンタインでも2月だからね。まだまだ。ピクミンのコスプレしてるとすれ違ってびっくりしましただって。そうね。でも私もさなんか撮影でさそのなんかかぼちゃになったりさなんかでも普段からいろんなものになるからさ。そうそう、なんか仮装か前か前何いつも仮装してるって感覚なんだよね。そうだからなんかめちゃくちゃさなんか仮装やらなきゃって気持ちにもあんまりならない。だっていつも生写真撮影の時猫になったりさなんかうさ耳つけたりさなんかゴスロリになったりとかさ、それこそプリズスになったりとかさするじゃないっつってるのね。してるんだけどさ、だからなんかそこまでだよね。ハロウィンだからって言ってまあ仮装するか周年コンサート当たった、だって終わった。今周年コンサートに向けてもう本当にみんなで力を合わせて頑張っています。昼夜あるんですけど、私はね年齢が上の方なので昼夜出るんですけど、昼夜がっつり違うストリーなので本当に平日の火曜日かな、火曜日だからちょっとなんか厳しいよって人が多いかもしれないけど、多いと思うんですけど、ぜひ昼夜来てくださったら嬉しいなと思います。サンパレスです。そうそう、こんにちはだって。こんにちは。本当に全然違う。夜はバンドさんがそう来てくださるので、そうそうそう、だから全然違いそう。本当になんか本格的な生バンドって聞きました。すごい本格的な生バンドの裏で歌った踊ったことがないから。楽しみですね。なんかでもいつもとちょっと違うような感じになるかなとか個人的には思っています。はい、
こんにちはだって、こんにちは。全然違うかも。全然違うからめっちゃ大変。今もう帰ったらね、クタクタよ私。で朝早く起きて、や練習して、さあショールームでみんなとお話しして元気もらって、で今からはリハーサルに行くっていう毎日です。で休み時間は5期生とかゆえるちゃんと話して、わかんないふり聞いてとかね。昨日は5期生が最後まで残ったので、で10分20分くらい休憩時間があったから、そう、あのお腹すいた仲間たちとあのスターバックスにみんなで歩いて行って、そうスターバックスに歩いて行って、そうスタバを買いました。幸せでした。あーみんなありがとう。母ありがとう。ボーダーたくみ18、のぶろーありがとう。エウリカありがとう。楽しいよねもありがとう。岡もありがとう。ハッピーハロウィーン。ゆうたパパ、しゅんたろうありがとう。こたろさん、どまさん、あさくらさんありがとう。キャンディーこむさんありがとう。みんないっぱいありがとう。ボーダーもいっぱい、ハロウィンのアイテムありがとう。お化け、お化けありがとう。あ、てっちゃんありがとう。ここちゃん、はしむちもありがとう。ハッピーハロウィーン。ハロウィーンナイビーナイブキーナイ、かぼちゃが誘ってる、さてを叩けどうしようね、今夜は誰もバカになれ。あのね、ハロウィーンのねイベントがね、あと本当にちょっとなので、お願いってみんなにしてるとこなんだよね。今日だけ自由なお化けたちハロウィンな。でも去年はコンサートでさ、ハロウィン仮装とかさ、私はねくじ引きに外れたから、ハロウィンの仮装できなかったけど、まあなんかどっかのお昼公演は囚人になったんですけど、奪い取って、え、達成したかもしれませんだって。え、本当に、え、本当に達成したかもしれないって。なんかね、チキンとかもらえるらしい今回は。まあ私今日31に行かないと。ありがとう。皆さん1619日ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。
誕生日の時に誕生日の時に友達からチャーティーワンのギフトカード LINE ギフトっていうのかな、そう LINE ギフトをそうもらって、でそれチャーティーワンをさ、なんか差し入れでもらうことがすごく多くて、そう差し入れでねもらうことが多いんだけど、あんまりさプライベートでさ食べることがあんまりないからさ、今1000円のやつがあるのね。だからそれをさ使わないといけないんだけどさ、まださで今日までなの、31までなの、やばい、リハーサル終わったら行こうかな。そう31、1000円食べたいじゃん、使い切らないとさいけないけどさ、31って1個いくらすんだろう、300円くらいだよね、言うてシングルだったらねえ300円くらいじゃない、それか300円のものを買ってお持ち帰りして冷凍庫に入れとくのもありだよね、シングルをいっぱい買える分だけ1000円分くらい買って、え贅沢でそう買って、あこれ見とけばよかった、そう買って、あ見てなかった、今あとちょっとだったかな、あみんな達成した、これ今回30万ポイント、30万ポイントよね今回、40万だっけ、30だったと思ってたんだけど、達成ってことこれ、達成おめでとうだって、達成しました、やったーみんなありがとう、もうアイテムはいいよ、ありがとう皆さん、ありがとう、やったー、なんか2個くらいもらえた気がする、今回なんだったっけな、何がもらえたんだっけな、私達成できると思ってなかったからさ、そうもうみんな無理しないで大丈夫だよと思ってたんだけど、え嬉しすぎる、めっちゃ嬉しい、えすごい、クリスマスのお供になってチキン&コーヒーチケットをプレゼントだって、しかもレッドステラもプレゼントって、やったー、皆さん本当にありがとうございます、これでさあクリスマスの時さ配信しようね、ケンタッキー、えこれスタバかな、コーヒーチケットスタブだったら嬉しいな、でも私最近タリーズも結構好きなんだけど店舗数があんまりなくて、タリーズのシェイクとかも好きだよ、みのちゃんが嬉しそうで嬉しいですだって、え嬉しいよ嬉しいよ、本当にこんなに午前中なのにありがとう、午前中に朝から40分までします、なのでもう皆さんアイテムはもう大丈夫です、ありがとう、
嬉しすぎ。あのあれカラオケ配信したのが良かったんだろうね、きっと。思わない？カラオケ配信したのがさ、みんなも楽しんでもらえたのかもね。ね、やばい、めっちゃ髪傷んでる今回。ドライヤーしてもさダメなんだけど、特に右。めっちゃ髪傷んでんだけど、なんかさ当てても当ててもさ通らない、口が。ねえ、お腹すいた。私もやっぱ最近もう食欲旺盛すぎて、液状不足で元気が出ませんだって。こんな顔になってる。私も会いたいよ。今日絶対にサーティワンに行く。エスプレッソシェイクが好きですだって。エスプレッソシェイク、私何が好きなんだっけ。アフォガードが好きだった。調べたけどサーティワンはダブル760円なので、食べるのはダブルがお得ですだって。でもさどうだろう。どうだろうな。あっちっち。サーティワンって美味しいよね。この間もハロウィン配信の時に、そう差し入れでサーティワンが来て、そうマークイズにサーティワンがあるので結構サーティワンのアイスは食べれることが多いんですけど、サーティワン来てめっちゃ嬉しくて、何にしようかなと思って。そういう時にさ冒険すればいいのにさ、いや無難なやつにしようと思って、ラブポーションにしました。ラブポーション31。もう名前も味も、名前も味も色味も私めっちゃ好きなの。ラブポーション31。前髪めっちゃ伸びた。そうめっちゃ好きなのさ。11月は会えるタイミングがありませんだって。なんかそういう方多いね。ちーん、寂しい。みのりーが寂しがってますよ。ゆうちゃんありがとう。ピンパディ匠18、原始神ありがとう。あの頑張れってやつはあれなの？ハロウィンギフトだったの？よしかずさん、ブラン、リンパティありがとう。吉田さんありがとう。北九州のシヒドさん、母ハリーありがとう。なんか歩いた。エウリカ、ハッピーハロウィン。なんかネイルがめっちゃハロウィン仕様。赤。てっちゃん、かぼちゃありがとう。ルノちゃんに会いたいですって。あー
いたいね。直近で言うと3日の逆上がりか9の逆上がりか10の目撃者か17の目撃者かノーパラ23のノーパラか26のコンサートか20日の目撃者か、私めっちゃ記憶力いいね20日の目撃者か30のオンラインおしゃべり会くらいかな。でもそんなを過ごしてたらもう11月が終わるんですよ。もう11月なら多分1週間くらいで終わると思う1週間くらいでもう終わったねってなると思う、私の感覚的に。マジで本当に多分11月は1週間しかないと思う。はい、こんばんはってかな。びっくりした。あーそうや、名古屋、私名古屋のおしゃべり会がもう本当に楽しみで、そうそう、もう皆さんゲットしましたか？ゲットってか申し込みしましたか？え、めっちゃ、めっちゃ、あ、これさ、もうさ、見て、これ外れちゃうもん、もう。めっちゃ困る。あ、口の中開いた。変なところにさ、ほら変なところにさ、スプレーしちゃった、最悪。後になりそう。名古屋行きますだって。やったー、名古屋めっちゃ楽しみ。今日40分だったらランキング見ます。なんかさ、髪くらいさまっすぐさしてリハに行かないとさ、もうなんか鏡見た瞬間にもうなんかもう自分がもう踊れない、踊りが下手くそな上に髪までボサボサだったのかも。見にくすぎて。髪はまっすぐします。すいません。お腹すいたばっかり言っちゃう。なんか私の口から出てきた。ありがとう。みんな本当にありがとう。朝から午前中から駆けつけてくれて、みんなのおかげで達成できました。OK、 タカさんスマイルパンありがとう、マーシュありがとう。ハッピーハロウィーンだって、ハッピーハロウィーン。ああ、この前猫来て配信したしね、私ね、猫ちゃん配信ね。仕事が午後からなので午前中の方が実は見やすいですって。え、ラッキーやん。
リハの時は午前中にしがちだね私。なんかほんと夜でもいいんだけど、まあできなくないんだけど、寝ちゃう、なんか疲れた時になんか本当に機嫌が悪々配信になっちゃうからもうなんか疲れたとかなっちゃうから、みんながさ、せっかくさみんながせっかく私の配信をさ楽しいにさ、なんか待って、しか夜遅くまで起きててね、起きててさ待っててくれてるのにさ、私がなんかもでもなんかそうなっちゃうの、なんかそれは私に良くないとこなんだけど、なんかってなっちゃうからさそれが私がもう終わった後に反省するんですよ、次の日とかに、あまたこんな勝負しちゃったって、もうみたいに なっちゃうの、なんかすごく、でめっちゃ反省しちゃうから、もうそういうのがもう分かってる期間は分かってる期間はあのね朝にすると、午前中に、最初の方とかなんかチーンと機嫌が悪くて参りますって、でもねでもでもでもね、いやいやそれはみんなが優しくって心が広いからであって、よくない、すごくない、よくない、よくないよりのちゃん、よくないよ、だから今日は朝配信しました。すごい、私が好きなものみんな分かってる、そんな時には明太フランスパンだって、そんな時には塩トリュフ塩パン、うわー最高、食べたい、そんな時には私はエルチキも最近好きエルチ、あ、唐揚げくんが好きかな、唐揚げくんが好き、そんな時には唐揚げくんとか、あとはドーナツ、ドーナツも好きかな、ドーナツとかくれたら喜ぶか、チョコとか、命を見るだけで嬉しいですだって、やばいこれ落ちなくなっちゃったかもしれない、もうまた洗濯して洗ってから行かないと一蘭に行った、あ、そう私昨日一蘭食べたい食べたい大騒ぎしたじゃないですか、でもリハーサル終わって10時だったらもう一蘭に行く気力がなくて家にもうすぐ帰りました。ピンクのトレーナーが似合いすぎですだって、かわいい、今日はテンションを上げるために、私リハは黒とか着ていくのが好きなんですけどピンクを着ました、はいピンクです、これはねファンの方にいただいたんよね、後ろもかわいいの紫っぽくて、トレーナーはトレーナーとかロンティーとか T シャツはめっちゃ使います。40分だって、よし終わりにしよう、皆さんありがとうございました、ありがとう。13位がターンハリン、12位がウィンパディ、11位がタクミ18、10位がトマさん、9位がルイス、8位が楽しいよね久しぶり、7位がオカモ、6位がエリカ、5位がユータパパ、4位がキューちゃん、3位がのりさん、2位がボーダー、1位がハセボのてっちゃんでした。てっちゃーん
ハッピーハロウィーン。ありがとう、アイテムいっぱい。トリックアトリート。ありがとう、てっちゃんでした。皆さんも、いっぱいアイテム投げてくださってありがとうございました。皆様のおかげで、なんとほら、達成できちゃいましたー。ね、本当に嬉しい。ありがとう。楽しみすぎる。嬉しい。本当に嬉しい。ハッピーありがとう。本当に嬉しい。ありがとうございます。みんな。じゃあ私はリハーサル頑張っていきたいと思いますので、10月もいっぱいありがとうございました。11月もよろしくお願いします。行ってきます。みんなもお仕事頑張ってください。お仕事頑張った方はいっぱい寝てください。これからの方も頑張ってください。バイバーイ。明日も一応午前中にする感じにしたいと思います。だからこのくらいの時間の予定で、このくらいの時間に配信、11時台に配信がなかったら夜やるんだなと思っててください。夜ね、夜は遅めの時間にやるんだなと思っててください。はい、バイバーイ。どっちかです。ありがとう。